皆さんこんにちは。鉄道模型150分の1スケール N ゲージについての内容です。ただいま左から順に183系1000番台以降の歴代の中央線特急列車を並べています。今回は右から3番目加藤 E351 系スーパーあずさについて紹介します。ケースの外側なんですけども、品番は 10-1342E351 系で、スーパーあずさ8両基本セットというふうになってますね。では中を開けていきたいと思います。うちでは、加藤 E351 系を、4両8両編成2本ずつ計24両保有しておりまして、12両1本は1つのケースに収めています。このようにしますとケースから車両を取り出す時間が短縮できる、収納スペースを省けるメリットがあります。しかしながら12両用のウレタンは車両間の仕切りが薄く、剛性を保てず、特に移動の際にはケース内で動きが生じ、衝撃が強いと、車両のパーツの外れ、最悪は塗料への悪影響等も、発生する可能性もあったりですね、保管に、保管時にですね、ずっと動かさないままでいると、車両、特に車体への悪影響を及ぼすかもしれませんので、たまには動かしてあげた方が良いかもしれません。これは模型だけではなくて、実車の鉄道車両、それから自動車でも同様ではないでしょうか。はい、こちらのセットはですね、品番がまだ古い方なので、10の隣のハイフンの右側の数字が4桁ではなくて3桁時代ですねの製品です。はい、こちらの車両ケース内は、8両のみ、製品状態の、ウレタンですねを使ってます。はい、そしてこちらは、4両ですね、付属編成の様子です。1つのケースに12両入っている方はですね、こちらは、新宿行きの、スーパーあずさになっていて、12両編成ですので 4+8両編成、中間の貫通顔ですね、貫通型の先頭車の扉が開いていて、ホロが露出している状態、出ている状態ですね、こちらを再現しています。そしてですね、製品の出荷状態のままの8両ケースには8両4両ケースには4両入っている方ですね、こちらの方のライトが点灯する、貫通側のライトの点灯する方は、基本セット側だけで、付属セットの方の貫通型の方はライトは点灯しないんですけれども、こちら側はですね、無格好で、そのままにしています。で、こちらは、4両側は、松本止まり、8両側は、南小谷行きの、スーパーあずさ3号ですね、こちらを再現しています。今映しているのは E351 系の前面でヘッドライト点灯、前面表示は出荷状態の日本語のスーパーあずさ表示です。加藤の E351 系は二次車0番台がモデルになっていて、この点は初回生産時から変わりませんが、生産ごとに改良等がされています。前面ライトの LED 化もされていたかなと思います。それからですね、初回生産時は微誤作動時による脱線が多く、2回目の生産時に改良はされたんですかね。でも加藤の、この振り子式車両シリーズで他形式はカーブで脱線はないんですけれども、どうもこの形式だけは脱線する感じがありますね。まあ線路側をまあ改良するしかないですね。で、生産が重ねられて、貫通型前面のライトにケースが再現されたり、貫通型前面同士のカプラーがフック式から、フック式ではなくなっ
ていた感じがしますね。はい。そして、最近の生産地ですね。2022年が比較的最近だったかなと思うんですけれども、モーター車の車輪にですね、実車に備わっている車輪外側のディスクブレーキのディスクが再現されたり、前面表示器の表示内容が追加されたり、シールの印刷内容が変化したりした記憶があります。シールの印刷内容がですね、従来はスーパーあずさ、新宿、松本、南小谷だったのから、ですね、途中からですね、スーパーあずさ、新宿と松本、その他に中央ライナー、八王子、東京に変更されたのではなかったでしょうか。製品出荷状態では日本語のスーパーあずさの表示が組み込まれていて、その他に付属パーツとして、まあ、よくアディダスのマークに似ていると言われているローマ字のあずさ表示、緑の表示ですね。その他に実際の走行速度がですかね、60キロだっけな、50キロだかな、低速か、あるいは停車している状態で出てくる数字ですね、スーパーあずさ6号の6と11号の11が入っているもの、それから中央ライナーの表示が追加、まあ、変更ですね、されたかと思います。今ですね、こちらはローマ字あずさの表示になってます。実車ですとね、走行中、高速走行中はですね、スーパーあずさというのが日本語表示と、こちらのようにですね、このあずさというね、ローマ字表記が交互に表示されるようになっています。はい。前面の様子を映しましたので、それでは続いて1号車の側面から確認をしていきたいと思います。クハ E351 の5号車で運転台を左側にした状態の全体の様子です。今度は拡大して詳細を確認した様子です。はい、こちらが1号車のつま面ですね。でカプラーはですね、電気連結器を模したフック付きのもので、ジャンパー線がですね、こう再現されているものですね。それが使われています。それからつま面には、貫通ドアが装備されていますね。はい、続けて、クハ E351 の5号車1号車の、運転台側、前面側を右側にした時の側面の詳細です。こちらはですね、運転台前面側を右側にした状態の全体の様子ですね。はい、今ですね、2号車モハ E351 の9号車でパンタグラフを右にしている状態の詳細を撮っております。しっかりとですね、モハ E351 と書かれている隣、左側ですねには中央線の狭小トンネルを通過可能である印ですね。新型のマークがしっかりと印刷されております。はい、2号車のパンタグラフを右側にした状態の全体です。
ツバメンの様子ですね。パンタグラフ付きの、パンタグラフのある側のツバメンですね。貫通ドアがないですね。パンタグラフのない側の、モハ E351 のツバメン、こちらには貫通ドアがついているんですね。2号車モハ E351 の9号車のパンタグラフを左にした状態の詳細を写しております。続けて、全体ですね。本来ですね、付属編成、造結セットですかね、こちらの方は、ですね、モーター車はないはずなんですが、まあ、実車のですね、実際の E351 系と同じように、まあ、山岳路線を走るかのように、まあ、うちのレイアウトは勾配がありますので、まあ、その勾配通過、反応力をですね、向上させるために、それからまたですね、走行安定性化を図るために、こちらにも動力車を組み込んでいます。こちらはですね、モハ E351 に搭載されているパンタグラフの様子なんですけれども、 E351 系のパンタグラフは通常の電車のように屋根に乗り取り付けられてはおらず、矢倉を介して台車の上に乗っています。これは、曲線通過時に、振り子で車体が傾いた時にですね、そこで、パンタグラフが屋根に乗っていると、パンタグラフまで傾斜してしまうわけですね。そうすると架線からパンタグラフの終電周がずれてしまうので、振り子で車体は傾いても台車は傾きませんので、その台車にパンタグラフを乗せることで、振り子動作時にパンタグラフが架線からずれるのを防いでいます。381系では、このような構造にはなっておらず、まあ、通常通りにパンタグラフは、屋根に乗っているんですね。これは、架線側を、振り子式に対応しているためで、よって、中央再線では、振り子式車両に架線を対応させましたが、中央等線では架線側を、振り子式に対応させていなかったためです。ちょっとですね、E351 系の二次車、01台は、搭乗時からシングルアンパンタのPS31A が搭載されていたんですけれども、E351 系搭乗時、すなわち一次車では、搭乗時のパンタグラフは、筆子型の PS26C が、搭載されていたようです。またですね、この E351 系の、ニュースとか、まあ、エピソードとしてはですね、昔ですね、新宿に停車地だったと思うんですけれども、パンタグラフを線路に落下させてしまい、それを鉄道員が発見したというものがありました。はい、今表示している、画像なんですけれども、こちらの、左側の、3分割になっている機器ですね。はい、こちらなんですけれども、E351 系では、主制御機 VVVF インバーターは 1C4M、1つのコントローラーで、4つの、モーターを制御するということですね。なので、各電動車に、この VVVF インバーターは搭載されておりますので、モハ E351 だけではなくて、モハ E350 にも搭載されています。こちらの製品のモデルである二次車0番台では VVVF インバーターに日立第2世代 IGBT が搭載され、一次車は日立 GTO 後期型が搭載されていました。二次車のインバーターの音はこの IGBT の日立第2世代ですね、こちら同世代搭載の京王線系の第2編成から第10編成の偶数編成、
東部三万系に、特にですね、非同期の音が似ていて、で一次車の方は、GTO 素子の方ですね、こちらの方は、同じく慶応ですと8000系、それから西部6000系、東急2000系の、ような音をしていました。そしてですね、今度は、画像の右側の方の、3分割になっていて、メッシュ状ですね、になっている方ですね。こちらはですね、抵抗器ですね。でちなみにこの、抵抗器は、一次車は、搭乗時には搭載していませんでしたが、二次車ですね、量産車搭乗時に、0番台から、1000番台に改版されたんですけれども、でこちらの抵抗器をですね、搭載したんですが、こちらの方、0番台の方ではなく1000番台の方ですね、は床下スペースの都合上、M 車、モーター車ではなくてトレーラー車に搭載されていたようです。でなぜ、VVFF インバーター車なのに抵抗器を乗せているかについてですが、E351 系は、山岳路線を走り、高尾異彩では、電車の走行頻度が下がります。中央東線は、曲線は多く、確かにきついカーブはあるんですけれども、カーブ半径は 400m 程度が多いんですかね。その、カーブのきつさ、があるから、振り越し機にはなってるんですけれども、それよりも、勾配がきつく、逆にですね、同じ中央線でも、中央西線は勾配はそこまできつくなくて、急カーブが多い、カーブ半径 300m が、多いっていう感じですかね、という、違いがありまして、でよって、E351 系は、連続した下り勾配を通過するため、摩擦式のブレーキのみでは、長時間使い続けると高温になってしまい、ブレーキ力が得られない等の、不具合が生じてしまいますので、電気ブレーキを使う、抑速ブレーキがついてですね、E351 系は基本は、ブレーキに、電気ブレーキの一つである回生ブレーキを、優先して使うものの、電車の、通過頻度が低いと回生ブレーキが失効する可能性が高くなります。電車の通過頻度が少ない状態で回生ブレーキをかけますと架線電圧が上昇してしまい、走行機器等の電化設備に影響を与える可能性があり、回生ブレーキが失効しますとなると電気ブレーキがかからなくなってしまいます。そこで、回生ブレーキだけではブレーキ力を得られないときは、走行エネルギーをモーターで、電気ブレーキですねを作動させて、電気エネルギーに変えて、電気エネルギーをさらに抵抗器を使って熱エネルギーにして放出してブレーキ力を得るというですね、回生発電ブレーキ併用のブレンディングチョッパ方式を採用していました。今までですね、機器について説明してきましたので、 E351 系の冷房ですね、クーラーについても触れていきたいと思います。E351 系の屋根上にはですね、確かに冷房装置、室外機のようなものは載っているんですが、確かに室外機なんだとは思いますけれども、こちらは、熱交換のみを行っていて、で床下にそれ以外の冷房に関する機器が載っているようです。でこのように、冷房装置を床下にも分散することによって、低重心化を図っているようです。しかしながらですね、381系同じ振り子式の車両で、先代ですね、先輩分にあたる車両なんですけど、それから後輩の、こちらは振り子式ではないんですけれども、やはり、曲線が多い中央東線を走行する車両として、登場した、E257 系ですね。こちらは、屋根上に、
もう室外機ですねはなくて床下に、エアコン冷房等ですねは、搭載されているようになっていますね。今度はですね、3号車のモハ E350 の、9号車の、様子ですねの詳細を写しております。もうちょっと近づけますかね。3号車のつま面ですね。3号車の、つま面の、逆側はやはりですね、貫通ドアがないんですね。3号車モハ350の9号車で、屋根上アンテナが今度は右側にある状態の詳細の様子を写しております。はい、今ですね、4号車クハ E350 の105号車の、運転台前面側が左になっている様子の詳細を写しております。こちらはですね、4号車のつま面ですね。貫通ドアがない状態が再現されていますね。今度は4号車クハ E350 の105号車で前面側を右側にした時の様子を詳細で写しております。ですね、冒頭でですね、うちには、4両と8両の編成がそれぞれ、2本があって12両かける2本ですので24両もあるわけなんですけれども、それで今、4号車ですねの、貫通扉が開いている様子の方を、紹介したと思うんですけれども、こちらは、新宿駅の設定で、今から紹介しますのはですね、4号車側は、松本止まりですね。で、5号車は、南小谷行きの、設定になっているんですけれども、こちらの方ですね、貫通扉を開いていない状態、製品を、未加工の状態になっているんですけれども、それを紹介していきたいと思います。のですね、4号車かなの方はですね、ライトユニットが組み込まれていない、それからライトの、オンオフスイッチが、ないので、ライトは点灯しない、それから、オンオフの切り替えはできないらしいですね。こちらはですね、8両編成側の、5号車の、貫通側の方ですね、の先頭車の、裏側ですね、床下の様子なんですけれども、こちらにはですね、ちゃんとライトのオンオフスイッチがあるんですね。要するに例えば新宿とか、まあ、東京から松本間を走っている時の12両編成で8両編成と4両編成が連結されてて、この車両が中間にある時はライトをオフにする。で、松本から南小谷と8両単独でですね走っているときは、この車両は、確か先頭に来るのかな、なのでヘッドライトが点灯する状態で走るわけですよね。で、それを再現するためのこのスイッチですねが装備されてますね。ということはこれをオンにすればライトがつくということになりますね。こちらの貫通側ですね、8両基本編成の方ですね、セットだと基本セットなんですけども、今ヘッドライトを点灯した状態です。
はい、テールライトにした状態です。はい、今度はですね、5号車クハ E351 の105号車の前面側を左にした時の詳細を写しております。号車のつま面には貫通ドアが再現されています。はい、今度はですね、5号車クハ E351 の105号車で、前面側を、右にした時の、詳細を今写しております。6号車で、モハ E351 の10号車、今ですね、パンタグラフを左にした状態の詳細を写しています。はい、6号車のパンタグラフのない側のつま面は貫通ドア、そしてパンタグラフがある側の、つま面ですね、こちらは貫通ドアがありません。はい、今度はですね、6号車モハ E351 の10号車パンタグラフを右側にした状態の詳細を写しております。今度はですね、7号車モハ E350 の105号車、こちらの拡大した様子です。今度ですね、7号車モハ E350 の105号車の逆側をして写しております。今度はですね、8号車のサハ E351 の5号車の拡大した様子です。1号車のサハ E351 の5号車の反対側を拡大しております。今度はですね、9号車サロ E351 の5号車でドアを左にした状態で拡大して写しております。グリーン車ですね、こちらの方でドアのない方のつま面は貫通扉があるんですね。はい、こちらは、ドアがある方の、つま面なんですけれども、グリーン車といってもですね、貫通扉はこちら側にはないんですね。まあ、グリーン車だからね、ここにも貫通扉あった方が静かになると思うんですけどね。あのデッキというとね。まあ、あれですね、こちら側に貫通ドアをつければ、まあ、さらにですね、デッキと、客室の間の仕切りのところにドアがあるとしてもですね、まあそれは静かになるんじゃないかなと思うんですけどね。それからグリーン車ですから、まあ、デッキも、まあ、静かな方がよろしいんではないでしょうかね。はい、今度はですね、
9号車、モハ、あ、はい、9号車、サロ E351 の5号車で、今度はドアを右側にした状態の詳細です。E351 系のサロですね、グリーン車なんですけれども、窓が真ん中で途切れていて、この部分だけ窓ないわけなんですけれども、ここにはですね、パーテーションがあって、まあ、要するに仕切りの壁ですよね、があって、喫煙席と、禁煙席がここで分けられていました。しかしながら確かここにはドアがなかったはずで、喫煙席の煙が禁煙席にも流れていたんではないでしょうか。しかしながら、健康増進法でしょうかが、まあ、結構促進されてですね、まあ、世の中、まあ、禁煙がね、まあ、だいぶ進んで、でこのスーパーアズサも、確か、全部の席が禁煙になったはずなんですね。しかしながら、まあ、このパーテーションは、残ったまんまだったと、記憶しています。ですね、10号車のモハ E351 の105号車のパンタグラフを左にした状態です。こちらのドアはですね、車椅子対応、まあ、おそらく電動車椅子対応だと思うんですけれども、他のドアよりも幅が広くなっております。こちらのドアはですね、標準幅ですね。10号車モハ E351 の105号車でパンタグラフを右側にした時の詳細の様子です。11号車モハ E350 の10号車ですねの、詳細について映しております。今アンテナがですね、左の状態です。はい、11号車モハ E350 の10号車でアンテナを今度は右にした状態ですねの、詳細です。今度は12号車クハ E350 の5号車で、前面側を右側にした状態の詳細の様子です。12号車クハ E350 の5号車で前面側を左にした状態の詳細です。以上でですね、鉄道模型150分の1スケール N ゲージ、E351 系スーパーアズサについての、解説は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。